テラーは、イギリス海軍のモニター艦、エレバス級、スコットランド、ガバンのハーランド・ウルフ社で建造された。1915年10月26日寄港。1916年5月18日浸水。1916年8月6日竣工。第二次世界大戦勃発時、テラーはシンガポールで改装中であった。 テラーは1940年1月29日にシンガポールを離れ3月11日にアレクサンドリアにそして4月4日にマルタに到着した。マルタ防衛用に配備されたテラーは1940年6月10日イタリアの参戦以降イタリア空軍のマルタ空襲に対して対空戦闘を行った。11月にはクレタトースダワンに移り ついで12月からはテイラーは、イギリス軍の攻勢が行われていたリビアで、バルディアやトブルクなどへの艦砲射撃の従事したほか、前線への水の輸送も行った。1941年2月17日、ベンガジ守備のため駆逐艦スチュアートとバンパイアに護衛されて、トブルクからベンガジに到着した。2月22日、テラーはベンガジ港で、 ドイツ軍の自87急降下爆撃機による爆撃を受けて損傷した。テラーはコルベットサルビア、総いてフェアハムと共にトブルクへ向かったが、出航時に資金で嫌いが爆発しさらに被害を受けた。2月23日、トブルクへ向かう途中のテラーはさらに空襲を受け、資金弾による浸水で航行不能となり、2月24日にデルナ北西沖で転覆し沈没した。 ありがとうございます。